セディンベイルは魔界の知識に深い。だからこそ滅ぼされることなく生きながらえてきた。生きながらえてきた。魔界法師たちが奴から知恵を借りるためだ。魔界騎士もそれを承知し、古い魔導士の中に封じるに留めた。俺の管轄に隠されていたその魔導書が盗まれた。何者かが奴の封印を解いたというのか。そう、奴を使って何かを探るために。セディンベイルの急所は俺が教える。奴の動きを見破る術は身につけてきた。分かった。随分腕を上げたな。